みなさんこんにちは。今日は何飲む？何飲むアットホームです。何飲むアットホームではコンビニやスーパーで手に入るお酒をソムリエの私がおすすめする YouTube チャンネルです。宅飲みからオンライン飲み会でも失敗しない美味しいお酒をレビューしていきます。お酒の飲みすぎに注意して健康に楽しく乾杯しましょう。今日のアイテムはこちら、種類も豊富レモンサワー。コンビニで買えるレモンサワー、レモンチューハイを買ってきました。今とっても流行っていて、各メーカーさんがこぞって新商品を売り出しています。たくさんの種類があって飲み比べをしたのですが、今回は特に個性があって面白くおすすめのアイテムをレビューしていきます。まずは1本目、キリン氷結レモン。2001年から販売されていて人気の定番アイテム。おすすめのポイントはみずみずしいレモンの香り。レモンを絞ったかのようなみずみずしい香りがします。そしてすっきりとした癖のない味わいです。とてもバランスが良くて、ごくごく飲める甘みと酸味のバランスがとてもグッドです。どこにでも手に入りやすくてすごく定番の味なので、これはど真ん中ドストライクのレモンサワーと言えますね。次が金のレモンサワー、2本目ですが、これは札幌とセブンイレブンが共同開発したものになります。乾杯。これはキリッとしたはっきりとした酸味、酸っぱさです。そしてちょっととレモンの皮のような苦味がありますね。すごいずっと残る香りとコクですね。長く続く後味、鮮烈なレモンの香りって書いてあります。レモンだけじゃなくて苦味のあるような香りも香りの中に含まれていて、複雑性を感じる。酸っぱさと苦さも同じぐらいの分厚さであるので、すごくバランスが取れてて美味しいです。3本目はキリン麹レモンサワー。1本目の氷結もキリンのアイテムで、実は他のキリンのアイテムも飲み比べしてみたんですけど、氷結とこの麹レモンサワーが美味しかった。ちょっとほんのりと甘い香り、もちろん酸味も酸っぱさもあるんですけど、ほんのりと甘い香りと、あとちょっと味にも甘みが感じられます。酸っぱさはちょっと穏やかな感じですね。さっきの金のレモンサワーほどはっきりとした酸味、酸っぱさではありません。なんだろう、すごく旨味があるなと思うんですけど、麹が由来なのかな、麹由来の旨味ですね。ちょっと炭酸も弱めかもしれないです。4本目はコカ・コーラレモン堂鬼レモン。コカ・コーラが初めて手掛けたアルコール飲料、ラベルが酒屋さんの前掛けみたいになってて、大正レトロっぽくて可愛いですね。販売直後はあまりの人気で品薄状態が続いていたんですが、今は大丈夫。ちなみに5本目も同じシリーズ、レモン堂の塩レモンです。じゃあ2本まとめて乾杯。鬼レモンはさすがの酸っぱさでした。レモン1.5 個分の果汁、そしてアルコール度も 9% あってすごいパンチ力です。あともうギューッと引き締めるような苦味もあって、これはかなりインパクトがありますね。もう色もはっきりと違いますよね。レモネードみたい。さあ、そして塩レモンの方はスポーツドリンクみたいな香りです。これははっきりと違いが出ますね。塩味があるんですけど、ちょっと甘みもあってすごくバランスの取れた感じになってます。とてもバランスが取れていてグッドですね。ごくごくいっちゃいそうですね。これは夏場にごくごく飲んじゃいそう。でもこれ 7% あります。気をつけてください。 7% 結構強い。さあ最後の6本目はアサヒザ・レモンクラフトグリーンレモン。これは缶から直接お飲みくださいって書いてあるので、まずは缶から直接いただきます。乾杯。飲み口が広い分香りがダイレクトに感じられます。爽やか。まずどのアイテムよりも苦味のインパクトがすごい。レモンの皮だけじゃないなと思ったら、原材料名のところにブドウ種子エキスも含まれていました。これが苦味というか渋みの元みたいな感じですね。グラスでも飲みます。爽やかな
香りで、はっきりと個性のある苦味、すっきりとした後味。すごい苦いんですけど、後味はそんなに長く残らなくてスッといなくなるので、また次をどんどん運んじゃう感じですね。今回はこの6種を選ぶにあたり、コンビニで手に入る12種類を飲み比べしました。いやー、お疲れ私の肝臓、よく頑張った。その中でも個性のはっきりとしたアイテムを選びましたので、ワンシュクを選ぶ時の参考にしてみてください。個人的には金のレモンサワーがすごく好みでした。とてもバランスが取れてて、コクもあるし酸味もあって、で全体的にこう丸円グラフが描けるようなバランスの取れたレモンサワーじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあ、今日のアイテムはどうでしたか？気に入ってくれたらいいねや高評価、チャンネル登録をお願いします。この動画についてブログも更新してあるので、概要欄から覗いてみてください。では次回の何飲むアットホームもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。